コスピットスタジオ。あ、すいません、もう一回お願いします。コスピットスタジオ。左向こうに輝く夢に見たのステージ。きっときっとたどり着いてみせる。皆さんこんばんは、ミオです。今週はなんとレンちゃんがねテスト勉強をしているということで、ミオも一人で今回はラジオをすることになりました。ミオが一人で頑張りたいと思います、レンちゃんが戻ってくるまで。さて、いきなりメールを読みたいと思います。ラジオネーム、アニメと野球を愛する米子人さんからです。レンちゃん、ミオちゃん、こんばんは。こんばんは。ドリームステージパスで行われた2月1日のレン・アヤ生誕祭と2月7日の定期公演を見に行きました。どちらも仕事の都合で途中からになりましたが、とても楽しかったです。生誕祭は笑いあり涙ありと内容の濃いステージになりましたね。レンちゃんはお母さんからの手紙には感動しました。定期公演はソロステージがあったり、久しぶりにアニソンがあったりと充実した内容になりましたね。来月は DSP での定期公演を始めてちょうど1年を迎える記念すべき定期公演になりますね。金メダル級のステージを期待しています。金メダルといえば現在日本中がソチオリンピックで一色になってますね。レンちゃん、ミオちゃんと年齢が違い、近いスノーボードハーフパイプの平野選手が銀メダル、平岡選手が銅メダルを獲得しましたね。特に平野選手は史上最年少15歳でのメダリストになりました。レンちゃん、ミオちゃんにとっても10代の活躍は嬉しいのではないでしょうか、ということでいただきましたけれども、すごいな。私の周りの話題もソチオリンピックがなんかすごいぞってことになってるんですけど、特に私の周りではね、スケートの話題がものすごく多いんですけど、そうなんだ。いや、テレビを見てるとですね、ものすごくなんか雪の映像ものすごい見るんですよ。鳥取県今回最近雪降ってないんですけど、ものすごく寒くて、私最近ですね食べ歩きを始めたんですよ。ものすごい暇な時間の時だけですけど。で、最近カレーとかシチューが増えて、昨日の晩ご飯もシチューだったんですよ。で、今日私の横にあるのが、以前皆さんから、あのピオタンさんからいただいた栃木のとちおとめいちごカレー、横にあります。これあのレトルトパックだったんですけど、あの初めピン薄ピンク色だと思ってたんですね、色が。開けてみるとなんか普通に茶色だったので、この録音が終わってから食べてみたいと思ってるんですけど、甘いんですかね、どうなんだろう。あと家にいちごパスタといちごそうめんもいただいたので、家族で美味しく食べようと思ってます。あったかいの何かで、はぁ、あ、早く食べたいな。でもちょっと最後まで気力を、食べる食欲を抑えて頑張りたいと思います。さあ、ということでね、ミオがあったかくほっこりとゆったりとお送りします。それではコスピットスタジオ始まるぴ。コスピットニュース。このコーナーは先週のコスピットの出来事をお伝えするコーナーです。キャスターのミオです。今週は初名古屋に行ってきました。でね、この名古屋の前に DSP さんのキャンドルナイトにちょっとねコスピットも参加してきたので、そのことについてちょっとメールいただいてるので1枚読みたいと思います。ラジオネーム、あいたくさんからです。ミオさん、レンさん、こんばんは。2月14日 DSP でお久しぶりでしたね。半月ぶりにお二人の顔が見れてよかったよ。マネピさんも準備よくアルバムを持ち歩いていて、さすが。ありがたく購入させていただきました。あ、ポスターにアルバムにサインありがとうございました。二人とも元気ですね。そのまま大阪名古屋に遠征、ハードでしたね。楽しかったですか？また近いうちに会いましょうね。チョコレートうまかったぞ。お腹痛くないぞ。それではね。そうなんです、コスピットもね、なんとチョコを今回作っていたんですよ。ミルクチョコレートといちごチョコレートの茶色と薄ピンクの2色綺麗に飾り付けして、でね、レンさんがね、お腹絶対痛くならないですよ、本当に大丈夫ですよ、もう本当に大丈夫ですからって言って、まあまだお腹痛いなっていう声はまだ聞いてないので大丈夫かなと思いますけど、あいたくさん本当に今大丈夫ですか？うまかったですか？お腹壊してない？
まあ私も食べたんですけどね、味見にね、美味しかったですよ。え、ちょっと目の前でマネピさんが、あ、ちょっとお腹抱えてる食べましたっけ、食べましたね、食べましたよね。でもだいぶ時間経ってるんでね、多分大丈夫だなと思います。皆さんも、まあ、今お腹痛くなったら、まあコスピットのチョコレートじゃないだろうなって思ってくれたら嬉しいですさあ次のメールに行きたいと思います。ラジオネームりょうさんからです。れんちゃん、みおちゃん、こんばんはっぴ。2月15日と16日の名古屋と大阪でのライブお疲れっぴ。ライブの感想などを教えてください。ライブ応援行けなくてごめんっぴ。鳥取県から応援してたっぴ。22日と23日の大阪でのライブ頑張っぴ。みおちゃん、れんちゃん大好きっぴ。大量にぴ使っていただいてますね。もうりょうさんはもうなんか最近すごいぴが多いので、これからも使ってやってください、ぴをお願いします。さあライブなんですけどね、初名古屋、大阪の後名古屋に行ってきたんですよ。名古屋のアイドルさんがね、ものすごくパワフルで、今回心模様さんとひねもすのたりさんと楽屋がコスピット一緒だったんですけど、初めて入った瞬間におはようございますってみんなでものすごい大きい声で挨拶してくれたんですね。あの、初めどんなところなんだろう、どんなところなんだろうって、もう声にも出さず心配してたレンミオが、もう心配が一気に飛びました。もう嬉しかったです、すっごい。でね、わざわざ本当に話しかけてくれたんですよ、あの心模様さんとひねもすのたりさんが。どっから来たのとか、名古屋初めてみたいな会話をしてて、なんかちょっと仲良くなれたかなっていう、本当に嬉しかったな。またレンとお話ししたいなって言ってたんですけど、ライブもね、なんか名古屋のアイドルさんものすごいわ、本当にパワフルでした。まあ、ファンの方との一体感が本当に盛り上がってる感じがすごくて、みんなでコールしたりとか、もう声出していくよみたいな感じが。米子もね、皆さん声出してくださるんですけど、本当にアットホームな感じとは違って、もうライブ感がすごかったんですよ。もうなんかみんなで楽しみんなで盛り上げようっていう気持ちが一つになった感じがあって、すごいこっちもほっこりしたっていうよりは衝撃を受けたぐらいの一体感でした。これは名古屋でしか味わえないのかな。なんかまたあの場では、ま、あの場にまた行きたいなって思えるような一体感でしたね。さあ最後に2通いきましょうかね。ラジオネームもう一人のりょうさんからです。みおちゃん、れんちゃん、こんばんは。初名古屋どうだった？味噌カツ食べた？ダブルで感想お願いします。よろしくね。さあもう一人、ラジオネームトラちゃん。みおちゃん、れんちゃん、こんばんは。いや先週はみおちゃんもナイス噛みっぷり。噛んでたかな、噛んでたね、うん初の名古屋でのライブお疲れっぴ。金色ジャーニーもお疲れっぴ。観光できたっぴ。味噌カツ食べたっぴ。感想聞かせてっぴ。トラちゃんもピを使ってくれてる、ありがとうさあ今回は味噌カツは、味噌カツ出てきましたけど、味噌カツですよ、名古屋といえば。食べましたよ、ちゃんと。その夜にライブの後、どうしても食べたくてピッ食べたっぴはい食べたっぴ、うん。そしてね、頼んだものが味噌カツと、ミオがカツで、レンが味噌煮込みうどんだったんですよ。まあ有名だからね、ちょっと味噌にあやかろうと思って来ました。ものすごいなんか黒いんですよ、味噌が。で食べてみる、ものすごい美味しい。横に味噌汁がある、なんか赤い。食べてみる、普通の味噌汁よりも好きだっていう、ミオの中では方程式ができてしまってですね、これは次行った時には味噌、あの一箱、なんて言うんだろう、一パック、なんか四角いやつありますよね、あれ買って帰ろうかなって思ってます。家の味噌赤味噌にしてやろうかなって思ってます。でライブの合間に、あの帰りにね、友達とか家族にお土産を買いに行こうと、買って帰ろうと思って、何がいいですかねって聞いてたんですよ。そしたらなんかみんなレモンケーキとか味噌カツのあのちっちゃいお菓子があるよとか、やっぱウイローじゃないみたいなこと言ってくれたんですけど、その中になんかカエルまんじゅうってあって、なんじゃこりゃと思って、ものすごい勢いで探したんですね、サービスエリアを帰りの。探して緑色の包装紙があります。あれは間違いなくカエルまんじゅうだ、うんと思って近づきます。さあ私の想像してたカエルはですね、あの顔と体が全部あるんかと思ってたんですね。カエルまんじゅう顔だけでした。でそうだな、
そのカエルの顔に目が描いてあって、口が描いてあって、中がコシアンでした。いや、ミオ好みの味でしたね、あれ。ミオね、あんこが大好きなので、いや、和菓子はこれ、カエルまんじゅうを味噌と共にまた来た時に買って帰ろうと思った。あと、ちゃんとお色も買って帰ってよ。うん。で、今回は私はね、抹茶味にしました。で、持って帰って次の日の朝みんなで食べようかなって家族で思ってたら、なんか朝起きたらウイロが消えたと思って、で、どこ行ったのって言ったら、ごめん食べたって母親に言われてちょっと待って、お母さん食べたんですかってことになって、私一口も食べれなかったんですよ、買ってきたのに。しかも兄弟がいるのにね、一口も食べられなかったので、また名古屋に行って本場のウイロ買って帰りたいと思います。ちょっとショックで終わりました。まあ、カエルまんじゅうも美味しかったからな、味噌もウイロも買って帰ろう。本当に名古屋の皆さん、ありがとうございました。以上、コスピットニュースでした。コスピットレポート。このコーナーはコスピットがお会いしたアイドルさんの声と魅力をお届けするコーナーです。今週は愛知で活躍中の心模様さんです。それぞれの模様が出ています。それではどうぞ。せーの、コスピットレポート。今回のゲストはこんな方々です。はい、私たち東海地区を拠点に活動していますアイドルグループ、せーの、心模様です。それでは自己紹介いきたいと思います。はい、リーダーのストライプ柄美穂です、お願いします。はい、お願いします。花柄のレイナです、お願いします。はい、ドット柄キサラです、お願いします。はい、チェック柄ミキです、お願いします。よろしくお願いします。によって模様が、そうなんですよ、衣装とかに入ってるんですけど、だから名前に模様ってついてるんですか。かけてあるんです、一応かけてる。すごい。だって衣装をね、見た時に、あ、一人一人ちょっとずつ違うなっていうのがあって、あ、そうそう、手作りなんですかね。あ、発注発注ですね、手作りだ。すごいすごい。え、普段はどんな活動されてます。東海地区を拠点にライブとかがやっぱ多いですかね。 あとお祭りとかのイベント。お祭り、お祭り、うん、はい、お祭り楽しそう。あの屋台の誘惑がやばいですよね。ちょっと匂いがみたいな。いや、もうこの子すっごい食べるんですよ。あ、そうですか。大食いの方とか。どれぐらい食べますか、ご飯。牛タン12人前よ、食べた。え、12人前。え、ちょっと実感が牛タン食べない。ご飯は3合とか普通に。3合めかぶしゃる。食べます、食べます。細い。でもなんかよく食べる人ってなんか一番細かったりします。意外に細いな。なんか便通よ、そうそう。それそれやだ、ピーだよ、ピーじゃないとどこ行ったか分かんなくないですか。だって確かにね、行方が知りたい。ミオはあの異次元じゃない、4次元みたいな、なんかどっかブラックホールにとか見ながらやる。そう、アイドルだわ、可愛い。ミオは便通だよ、トイレに。トイレに。正直やな。正直やな。やっぱトイレだよ。正直。言った。正直。まあでも正そうですよね。じゃなきゃ行方がわからないですよね。ね。ね。え、じゃあ意外に反対に食べない人とか。あ、ミキだよね。ミキ一番ぽっちゃりしてて一番食べないですね。そうなの。誰も食べんよな。食べないね。そうですよね。ご飯3合とか今聞いた瞬間、え、どれくらいの量って思う。え、食べること興味あります？いや、美味しいものは食べたいなと思うけど、そこまでみたいな。そうだよね。食に興味がないんですよ、私。なんかご飯とかも手に片手に持つぐらいの、それぐらいで十分みたいな。なんか味濃いものの間に逆にお腹空くよね。そうですよね。なんか無駄に食べると思う。そうそう、お腹空く。え、でもなんかいっぱい食べた時の方が消化良くなりすぎて朝めっちゃ好きとかあるんだけど、ない？いっぱい食べた時の方がお腹次の日すきません？なんか私の意味が、胃がもう年のせいか。なんか少ない時の方がお腹の持ちがいいみたいな。気の持ちようじゃなくて気の持ちよう。なんか不思議な病気かな。年やばい。え、じゃあ二人は普通？標準？いや、キサラは早食いなんですよ。早食い。早食い。3合
を食べて早食いですよ。牛丼吸って食べます。違う違う食べます食べます大丈夫じゃあカレーは飲み物のタイプです。ちゃんとカレー食べてますって。ないねあれは絶対、うん、なんで吸い込んでるもんね。吸ってないもん。よく言われる。同じ同じ。競争してたら、あ、早食い大会、あのワンコそばみたいな。ワンコそばじゃ量か、量だね、量、うん、なのか。あ、そうなの。勝てるんじゃない。牛丼対決とか、ね、あ、牛丼、あ、うん、米の方が嬉しい。米好きなの。もうぜひ今度一緒にご飯食べに行きましょう。行きたい。みんなで食べ放題。お皿がちょっともうごめんなさいって言われるかもしれんけど、ね。はい、でも約束したけんね、また名古屋来たら絶対ご飯、うん、ぜひぜひ、ね、はい、お願いします。それとあのちょっと新曲っていうのをちょっと話をちらっと聞いたんですけど、私たち2月22日に、はい、心模様初のバラード調の新曲が出るんですよ。バラード調の調の調の、なんかマネージャーら言うにはなんかバラードだと思ってたんですよ、私たち自分たちで新曲ができた時に。でもなんかバラードではないらしく、一般の人たちからするとバラードではない、うん、なんか自分たちはバラードだと、そう、いい曲が結構アップテンポなこと、そうなんですね。でだからそれに対してはバラードなんじゃないかって思ってたけど、実際は違ったみたいな。よりだいぶテンポを下げたにもかかわらず、ね、だいぶダンスとかももう振り付け入ったんですけど、ね、全然動かなくて、なすごいね、うん、でも衣装からして激しそうですよね。あ、そう、いつも、ね、この今日黒着てるんですけど、いつもこんなに黒くないんですよ、うん、あ、そうなんですか。白、え、真っ白なんかセーラー服みたいなの。あ、今日は一番激しい曲に合わせて用意したので、そうそう、いっぱい衣装持ってるんですか。そう、うん、ですね、うん、いいないいないいな、私は一着なってて、ね、ありがたい、怖いですよ、本当ですか。一着は湧くんですけど、うん、それとともに廊下、廊下がね、いやでも私たちが普段着てるのちょっとやばい。これ言えない話ですよね、あんまり。ピーピーピー、ちょっとサイズが問題、あ、そっち。そう、なんかね、デビューした当時のだから、ちょっと、あ、いつからやってるの。去年の9月のハロウィン。え、心模様さんたちは今年だね。今年、そうなんだ。え、なんかもっとベテランさんかと思った。いや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 、結構ね、今日のライブも見ててすごいなと思って。あ、本当ですか。ありがとうございます。声が可愛いですよね。いや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 、うん、ちょっとお高いというか、なんか一人いるね。そうなんですよ。だからみんなあの声じゃないですか。なんか私だけ違うんですよね。れいちゃんに可愛らしくちょっと喋ってみてって言うと、めちゃくちゃキモいんですよ。ちょっと、あ、ちょっと、え、ちょっとブリコ、うん、れいなだよ。できないんだよね、ブリコ。本当にキサラちゃん、キサラちゃんすっごいアニメ声ですよね。本当ですか。そう、自己紹介聞いてものすごいなんか可愛い、うん、そう、うん、気持ち悪いですね。結構不思議ちゃんキャラ。不思議？まともじゃない。まともではないけど、まともで笑ってるってことはまともじゃないか。うわぁ、まともじゃない。まともな子はあんまいないんですよね、ここも。まあ、いい、私ぐらい。嘘つけない。いない。唯一私ぐらい。クマみたいな。クマみたいな。ミキちゃん、クマ。え、でもクマって可愛くないですか？なんか、そうですよね、ですよね。リアルなクマって怖いじゃないですか。あ、ちょっと、そっちなの、うち。今から気づいたの。嘘で気づいた。そっちか。クマ凶暴、凶暴な方。何でも食べちゃいそうだね。ノリに小食だから。確かに、確かに。すごいすごい。楽しいね、はじめましてね、こんなに。そう、めっちゃ初めちゃう、意外に聞いた人は何回も会った感じかと思ってるかもしれないけど、初めて、ついさっき1時間も前ぐらいにお会いして、今日よろしくお願いしますって感じで、ちょっとレポートお願いしていいですかみたいな、いきなりの企画にね、こんなに。ありがとうございます。いきなりなのにこんな楽しいとは。私ずっと気になってたんですけど、皆さん年齢とかって聞いてもいいんですか。いいですか。どうぞどうぞ。どうぞ。あ、ラストね。ラストラストラスト。美穂とミキは19で、キサラが15歳です。高校1年生、中学です。あ、1個上です。
おお先輩見えない見えない大人っぽい、大人っぽい、本当ですか、そんなに動画、うん、同感だよ。うぞうぞレイナがいくつに見えますか。私と同じでしょ。うん、16とか17なんだろう。それは最大の褒め言葉ですね。どうぞ。21、21! もう一人本当はメンバーがいて、そう、東京に住んでてなかなかこっち来れないんですけど、ね、シオン、そう、シオンが、そう、シオンブラガラのシオン、ジャブラガラ、ジャブラガラ、ジャブラガラのシオンが19で同じ、19で同じ、本当は5人なんですね。そうなんですよ。なんかミオと同じくらいじゃない、年齢をちょっと下に見られるって。あ、そうなんだ、ね、この子12歳に見られるんですよ見えるかも言われてみれば今日は11歳でした。あ、そうなんだ。本当は、あ、本当は16です。はい、ですよね、16です、はい、見えなかった。見えます21が15って言われた時のショック、ショック最近よく言われるんでね、美容院でも言われたからそう、普通に言われたらもう普通に言われたらもうな、なあ、おお、ショックやな、うん、でもなんかアイドルの人たちって黒髪多いじゃないですか。なんかやっぱ下に見られがちに多分見えちゃうんですよね。そうそう、パッツンとか、そうそうそう、なんかちょっと明るくしとったら上に見えるのかもしれない。うん、そうだね、うん、学生勤務できないもんね、学校的な感じだから上に見られるのかもしれない。あ、あ、そう、まあ、あるかもしれない。金髪いや、黒髪だからいいのかもね、うん、そうか、うん、黒髪美女、優しいね、それはない、それはない、何か今黒髪美女自分で言うから自分で言うから美女じゃないえ、ちなみにあのもう一人の方は黒ですか。黒髪のロンですね。しおんちゃん黒、うんうん、でパーマかかってるよね。そう、パーマ、今パーマかけてるよ ね、かわいい。え、じゃあ一人茶髪。そうです、なんか、ま、結構髪型とかマネージャーから OKNG とかね、あって、そう、私黒髪のショートだったんですけど、茶色に染めてからマネージャーから黒髪 NG されちゃって、え、わー、もうこれが定着しすぎたということです。そう、なんかズバッと言うと芋臭いってそうなんだよね、黒髪がやたら芋臭い、芋臭いって言われて、逆に黒の方が似合わなかったって。そうなんですよ、似合わない人生を15年ぐらい歩んできたみたいな。そうそうそう、え、15年後にはもう16から茶って、高校入って1回だけ染めたね。そうですね。あ、これちょっと P だ。P だ。やっぱり P。バレずにちょっと高校生活を過ごしてきて。なるほど。すごいですね、晴れ上。そうですよ。バレずに？え、じゃあ、え、ほぼ黒だったみたい。あ、でも焦げちゃうぐらい。焦げちゃうだったね。ちょっと勝手に演奏でとか言って。そう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 、ドライヤーでやりすぎましたみたいな、あ、よくあるやつ、悪い子だよねこういう大人になっちゃダメ3年後には美穂さん、美穂さん、美希、美希さん、もう初めのイメージが強すぎて自分で自分でね間違えたから。え、でも私もやってよ一回、あの、うん、レンなんですけど、うん、あの、ミオですって言っちゃったことがあって、なんか全然わかんないけど、あるんだやっぱ、あるよね、なんかね、レンですって言いかねなかった言うしかなかったあーっと思ったらレンです横で言うくらい逆名前面白い、てかさ、あの、お疲れ様です、あ、お疲れ様です、ライブっぽい、ライブっぽい、ライブっぽい、下ですね、ちょっとお子供用に挨拶したいんですけどいいですか。あ、お、お、も、もよし、というわけでしげさん、ここもこれは、あれだな、放送事故、放送事故、大丈夫、流します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 、これがライブ感ですよね。それと、さっき新曲の話したじゃないですか、タイトルとかってもう決まってますか。あ、さっき決まりました、さっき決まった、さっき決まった、今さっき決まりました、言っときます、じゃあキサラお願いします。え、どんな感じで、アニメ声で盛り上がってついついおしゃべりしてしまい長くなったので、次回の放送も心模様さんです、お楽しみに。コスピットスタジオエンディングです。まずは出演情報をお伝えします。3月1日2日なんと福岡が決まっております。またまた福岡、2日間幸せな旅が始まります。今回はね、ちゃんと博多ラーメンとなんか福岡の有名なものが、美味しいものがなんか持って帰れたらいいなと思ってます。さて、その次3月7日 DSP さんで定期公演が待っております。
これは確か次はまた1年じゃないかな、これは記念すべき GSP 定期1周年なので皆さんぜひぜひ足を運んでください。会えるの待ってるよ待ってるよ。さてその翌日3月8日アンリミテッドというイベントが米子のラフズさんで行われます。そしてその翌日もまた松江ドロシーカフェ、ドロシーカフェですよ、あのダイヤモンドちゃんが CM をしていたというドロシーカフェ松江店でライブがあります。そしてその夕方になんとコスプレイベントも松江であるので皆さんぜひ来てください、お願いします。詳しいことはブログ、ツイッター、ホームページをチェックです。フォローしてない方絶対フォローしろよ、絶対フォローしろよ、お願いします。ブログもね随時更新してます。さてコスピットスタジオでは皆様からのメールをお待ちしております。どしどし送ってください。何でも普通歌でも感想でもこんな美味しいものがあったよとかみほにちょっと内緒で教えてくださいませ。さてこのメールの宛先は info@cospit.jp info@cospit.jp までもう一回言おうかな info@cospit.jp までよろしくお願いします。やっぱり噛むね私、今回ね一人でコスピットスタジオやったんですけど、やっぱレンおらんと寂しいわこれ。うん、目の前がねソファーとパソコンなんですよ、あと社長さん、なんか目の前に女の子がいないんですよ、あの騒がしい怪獣のような女の子が。いやこれはちょっと本当に寂しいわ。うん、ミオももうちょっとおしゃべり頑張るから次回にはちょっと戻ってきて、苦手なテスト勉強頑張って早く戻ってきてね。さあ来週にはじゃない、次回には元気なレンちゃんも一緒だと思うので、皆さんそうだ来週はねなんと第一金曜日なのでコスピットスタジオはありません、ありませんよ。次の放送は3月9日です。まあ、ステレオか携帯の前でちょっとラジオを聞きながらコスピットスタジオまだかなって待っててくださいね。ちゃんと待っててよ、夜10時からだからね、日曜日の。お、あそうだ今ね大阪から帰ってる途中なんですよ多分ね。いやーこれをみんなはどこで聞いてるんだろうな、絶対聞いてねお願いします。あと心模様さんの後編もあるからね、みんな途切れ途切れにならないようにねお願いします。それでは今週からも良い週になりますように、お手を拝借、よーっぴ、いい夢見てね、おやすみー。